本日は MSI2019 プレインノックアウトの模様をお送りしております。リカさん、先ほどのゲームはチームリキッド勝利ということになりましたけれども、振り返ってみていかがでしたか？まあでもそうですね、 PVP の荒いところをチームリキッドがついていった結果、まあ、順当に勝ったというような試合展開にもなりましたから、ちょっと PVP としては、まあ、国内リージョンで見せていた結構丁寧なゲーム展開もできるんですよね、彼らは。なのでそういったマクロ面で丁寧に行っていく動きをするか、うん、もう振り切ってキルゲームに展開していくかのどちらかになると思いますね。もしくはメリオダ選手にカーサスを使わせるというのもちょっといいのかなというふうには思いましたね。そのルブランとカーサスを組み合わせて、カーサスのレクイエムで相手のヘルスを削ってから、まあ、ルブランが突っ込んでいってキルを回収するというような構成もありますし、かなり合っているのかなとは思うんですが、ちょっとピックしたかどうかを確認できていないので、まあそこが使えるかどうかで大きく変わってくるのかなとは思いますけどね。少し中盤から先ほどのゲームはミッドレーナーのナウル選手のパフォーマンスがあまりパッとしなかったと。まあ1-3-1ではよくあることではあるんですが、そのレーンを割り当ててプッシュはするけどその後何もできない、うん、まあ、最低でも相手のジャングルの視界のコントロールをした上でクリープを奪うだとか、そういった資源を相手の資源を奪っていく行為というのが求められるんですが、それもあまりできていたようには見えませんでしたし、なんといってもそのゼロス選手がインパクト選手に勝てないとなるとちょっと勝機が見えてこないですからね。なんといってもチームのエースが勝ててないわけですから、うん、そこはまずバンピックのところで有利なマッチアップを当ててあげたいですね。例えばどんなピックを持たせるのが良さそうですか、ゼロス選手。まあ、先ほども言いましたがジェイスが彼の一番の得意ピックでもありますし、イデリアが使えないですからね、はい、なので、まあ、ジェイスを、ファーストピックで当てさせてというのが、まあ、一番彼にとっては分かりやすい、うん、勝ち方なのかなというふうに思いますね。ただチームリキッドバンしてくるんじゃないですかね。どうなりますかね。今回そのサイドの選択権が、はい、まあ、PVB サイドに渡ると思いますし、当然ブルーサイドを選ぶでしょうから、そこでジェイスファーストピックを、先ほどのリキッドのようにできるとインパクト、としても困るのかなと。彼の一番の得意チャンピオン、今シーズンは、まあ、探求を好む傾向にはあるものの懸念ですからね、はい、懸念となるとジェイス相手かなり難しいマッチアップを要求されますから、それを考えるとインパクトとしてもかなり苦しいと思いますね。ファーストピックで、まあ、選択してくることが選択できればいいんですけど、ちょっとその選択できない可能性もあるんですか、そうなると。まあそうですね、先ほども言ったようにやはりメリオダス選手のピックを優先しなければいけないという状況、もしくはコア JJ 選手に取られたくないピック、例えばブラウムのようなチャンピオンはちょっとバンをするほどではないというよりも、バンをしてしまうと他のチャンピオンが空いてしまいますから、開けたくない、バン枠に裂きたくないですよね。となると抑えなければいけない可能性もありますからね。先ほど1試合目、まあ、ホームバッファローはそのコア JJ に対してタムケンチというバンをしてきましたけれども、その場続けてきますかね。まあただ国内リージョンの成績を見る限りでは続けた方がいいかなとも思うんですが、ただボットレーン、どうですかね、船旅があるのがちょっと厄介ですよね。ボットレーンのレーニングだけでなく船旅でサイドレーンにもプレッシャーがかかる、特にゼロス選手にプレッシャーがかかるので、うん、やはりバンは続けていった方がいいですね。ということでホームバッファローはファーストバンでタムケンチと、あ、そしてチームリキッドがジェイスバンしてきましたね。これジェイスとイレリアさえ消しておけばゼロス選手は怖くないということですかね。さあセカンドバンはホームバッファロー何になってくるでしょうか。モルガナよりはブラウムを消しておいた方がいいのかなと。先ほどはモルガナをバンしていましたからね。そうですね、モルガナ。さあチームリキッドサイド入れ替わってですけれども、まずジェイスというバンからしてきました。さあセカンドバン何になるでしょうか。まあ、イレリアはゼロス選手の得意チャンピオンですし消すとは思いますが、開ける、おー、ガリオ、バレッテ選手のガリオはやはり警戒対象だと。そして残りはイレリアになりそうですね。問題は PVB ここで何を消すかですが、まあフォンブバッファローはイレリアが空いたらカウンターとか考えずにファーストピックするチームですからね。そうですね、もう絶対に取ってくるチームですからね。
考えれば、まあ、おそらくチームリキッド、やはりブラウンですか。サポート3番徹底的にコア JJ へと。あ、どうしても中核をなしているのがボットレーンになってますから、さらにはコールの主体であるコア JJ 選手が得意なチャンピオンを3つ消していったということになってますね。ただこれガリオも消えてますから、相当なサポートがいなくなりましたね。おっと、タリック、そのタリックを警戒してきましたね、チームリキッド。ただこうなるとイリリアが来ましたよ。となると当然取りますよね。これ一度試しますかね、インパクト選手がゼロ選手のイリリアに耐えれるかどうか。なるほど、 BO5 ですからね。おっと、ただやはりメリオダス選手のジャーバン、なるほど、イレリアであれば、まあ、カウンターでフィオラを当てるなりして勝てるという判断ですか。取ってこいよということですね。それよりもジャーバンの方が欲しかった。メリオダス選手のジャーバン、もう MSI 始まったのはファーストゲームのインパクトというのは、まあ、かなり すごいものがありましたからね。全レーンに介入してキルを量産していきましたから。さあチームリキッドの返しはまずカイサから。ああ、そしてイレリアは取りませんか。その誘いには乗らずにという展開になりましたね。スカーナーであれば対象している1人捕まえる殺傷を許容できますし、エクシミシー選手も得意ですが、ただフレックスでサイラスを抑えておきますか。さあサイラスをロックイン。ただこうなればフォンブーバッファローとしてはイレリア取ってくるんじゃないですかね。取ってもいいと思いますね。このサイラスに当てても有利が取れますし、むしろ、ま、取らされているような感覚にもなりますが、うん、ただ取るしかないと思いますね。あとはカイさんに有利なバルスであったりルシアンを抑えておく。ただそうなるとですね、そのサポートがここまでバーンされてますからね、先に何か抑えておいた方がいいようにも見えますが。さあこのサードピックはまずはそうなるとサポートになるかどうかというところでしょう。何が残ってますかね。アリスタ、スレッシュ。おっと、ただ先にバルスを抑えますか。AD キャリー、バルスの選択、まあ、パレッテ選手であれば何でも使えるということですかね。だそうですね、スレッシュであったりアリスタであったりというところしか、まあ、単形のチャンピオンという部分では残ってませんから、うん、先にスレッシュ、ノーチラスもありましたね。確かに。さらにはジェンセン選手もミッドレーンで使うことができますから、このノーチラスはかなりいいピックになってますね。さあ空いていたこのノーチラス、チームリキッドを抑えてきます。さあここからセカンドワンフェーズ、チームリキッドとしてはこれノーチラスをサポートに置く選択をするのであれば、ここでさらにサポートへのバンということもできますよね。当然できると思いますが、ただナウル選手への警戒というのも一つしておいた方がいいかなと思いますね。ルブラン、ゾーイ、この辺りですか。ドライズ、まあ、確かにナウル選手1回使ってましたが、ゾーイなんかの方がより凶悪だと思うので、まあ、ゾーイ消しておいた方がいいと思いますけどね。対してのフォンブバッファローはどうしますかね。これそのフレックスピックがあるのでバンはしづらいと思うんですけれども。そうなんですよね、誰がどこに来るかまだ分かっていない中で、ジャングルは、はっきり誰もピックしていないということが分かりますから、先ほどエクスミシー選手の得意チャンピオンである、スカーナーと、あとはもう一つリーシン、これが彼の得意チャンピオンになってますから、そのあたりを消していくのかなと。あとどうでしょうね、レクサイなんかも、ね、ジャーバンはカウンターとして、非常に恐れているチャンピオンですから、まあ、警戒の対象になると思いますね。さあチームリキッド、あールブランに1試合目で見せてきたルブランをバンしてきます。ゾーイは消さないですね。というのもここで取るということもどうやら考えていそうですね。確かにチームリキッドとしては先にセカンドピックの権利ありますからね。ファーフォンブーバッファローラストバンはセジュアニ、まあ、先ほどの試合を受けてということにはなっていると思いますが、ここからセカンドピックフェーズ、チームリキッド、まあ、ここでゾーイを抑えてくるんじゃないかということですが、どうでしょう、まあ、もしくは、先に相手にミッドレーンピックさせてと
いうことになると思うので、まあ、ジャングルを抑えておくというのもベタですね。レクサイ、ただエクスミシー選手のレクサイそこまでパフォーマンスが良くないと。そうなんですよ、ちょっと気になっている部分ではあったので、この試合でどうなるかというところだと思いますが、あ、シェーンありましたね。頭か、シェーンサポートかなり忘れてしまうので要チェックですね。さあ、そのシェーンサポートをロックインしますかね。そのトップレーンサイドでの介入、ゼロス選手が得意チャンピオンを取れているということを考えてもかなりマッチしてますね。さあ、ロックインです。これはもう1戦目を踏まえてですよね、ゼロスに有利を取らせようという。間違いなくそうだと思いますね。そして空いていれば当然ゾーイ取りますよね。おっとさあ、ゾーイになりそうですね。ゾーイロックイン。さあ、このゾーイに対して何を当ててくるかと。ヤスカウンターですね。ノーチラスもいますし、レクサイもいますし、ノックアップは豊富ですよ。サイラスもノックアップあります。行ってもいいと思いますが、またどうでしょうね、ジェンセン選手。おお、明かりも確かにかなりカウンターとして機能しますね。おっと、なるほど。となるとこれはミッドサイラスですかになりそうですね。まあ、サイラスでもオールインのプレッシャーをかけて、レーンの主導権を取るということは十分可能だと思いますね。ただラストピックでガングプランク、面白いピックですね。そうなってますね。特にイレリア相手、もちろんそのスタンを、解除するというところは可能だとは思いますが、どうしてもオールインでイレリア圧倒的な火力を持ってますから、序盤に潰されてしまう可能性高いので、かなり危険の高い、危険度が高いピックになっていると思いますね。なおかつトップレーンがフォームバファローとしては狙いになってるピックですからね。そうなんですよね。ジャーバンのダイブ、シェンがそこに合わせることもできますし、相当インパクト選手苦しい思いをすると思いますが、大丈夫ですかね。1戦目はジェイス、まあ、サイラスでマッチアップ、まあ、有利なマッチアップを作ってもらって、まあ、見事その期待には応えたわけですけれども、今回はちょっと状況違いますよね。そうなっていると思います。なのでしっかりとジェンセン選手がミッドレーンで主導権を取っておかないと、ゾーイまでそこに参加してしまうことになりますし、トップレーンのカバーという動きもできませんから、かなりジェンセン選手がこの試合逃げている、と言ってもいいでしょうね。エクスミスがこのジェンセンを勝たせに行くということですか。もしくは、まあ、トップレーンサイドのカバーを行うということになっていると思いますね。さあ、ただフォンブーバッファロー1試合目を受けて、自分たちどこを直さなくてはいけないかというところを考えたドラフトにはなってますね。そうですね、トップレーンでまずはしっかりと勝つこと、自分たちのスタイルというところをもう一度見直した結果になっていると思いますね。さあ、始まりました MSI2019 プレインインノックアウト、チームリキッド VS フォンブバッファローゲーム2スタートです。さあ、まずはお互い広がりあってスタートしていますが、少しボットサイドにチームリキッド寄せていますね。ジェンセンが面白い位置です。入っていきますか。さあ、狙いに行きますが、これは当たりません。これもう一つチームリキッドとしてはボットレーン、やはりノーチラスがいるということもありますから、フックからのキャッチエンゲージというところが可能な分、ボットレーンから作っていくという選択肢もチームリキッドとしては取れると思いますね。選択肢としてはチームリキッドの方が豊富ということですか。そうなっていると思います。フォンブバッファローとしてはもう完全にトップレーンサイドで作るというのははっきりしてますからね。やはりそうなるとメリオダスはボットサイドスタート、レッドバフからということになりますね。ただこのワード面白いですね。まずまあ、トップレーンから作るというのを分かってはいるものの、裏を書いてボットレーンレベル2ガンクということも想定した上でのそういったワーディングになってますね。ドレイクの裏に一つチームリキッドワード置いてますね。レッドバフを買ってからすぐさまボットに行くルートを取ると映るワードです。さあ、そしてやはり気になるのはこのトップレーンのマッチアップです。とレベル1はガングプランク強いですからね。まあ、さらにはゼロス選手、やはりイレリア9がないと征服者のスタック貯めるの相当苦しいですから、
ここはうまくインパクト選手コントロールしますね。ただ面白い。メリオダスもトップレーンです。さあここはインパクトのフラッシュが落ちます。おっとメリオダスフラッシュ少しミスになりました。フラッシュに合わせてフラッシュでのノックアップを当てようとはしたんですが少しうまく決まりませんでしたね。ただもうフラッシュがないですから次のタイミングのガンクというのは決まります。トリンケットのワードも今赤トリンケット使うことで消しましたし相当なプレッシャーをこれでインパクト選手は受けることになりますね。まずはフォンブーバーファロー狙いのトップレーン、いいスタートですね。かなりいいスタートを切れていると思います。ここでエクシミシー選手としてはかなり面白いルートを選択してはいますね。ここからボットレーンサイドジャーバンがトップに見ましたから入っていくことでジャーバンとのファーム差をつけていくという選択になりそうですね。エクスミシーとしてはまずはそのファーム差で勝っていこうと、ガンクというよりはということでしょう。まあ、ミリオダス選手がガンクタイプのプレイヤーであることを想定しての動きになってますね。とただこれはミッドレーンですよ。ん？これは面白い。あ、映っていない。映っていない。これは映ったのでは。さあノックアップ入っていく。さあジェンセンが合わせます。フラッシュアウトを共に選択。いやジェンセンはフラッシュを使っていません。ナウルがフラッシュイグナイト。おっとジェンセンここでフラッシュを切ります。おお戦って一発というところでしょうか。届きません。さあサムナースペルのトレードです。ボットレーンでは 2v2 行われていますが、いや非常に面白い駆け引きでしたね。ジャバンがこのタイミングトップレーンサイドのジャングルを勝っているだろうと。おっとタワーのダメージ入っている。おっと回復したインパクトミニオンのダメージありますか。レベルアップ。いやギリギリ共にデッドしませんが、さあさあテレポートを使ってインパクトはレンに復帰です。ただし両者の間で CS の差相当ついてしまってますね。インパクト選手はこうリコールしてルビークリスタル、辛いですね。かなり辛いと思いますね。とミッドレーンスリープバブルがジェンセンに入った。オートアタックを何回も重ねていきます。ただここは届きませんか。いやミッドレーンの主導権ナウル選手取れているというのは大きいですね。ここからああなるほど、セーフシャワーのスタックがたまりましたが、いやギリギリポーションを叩いたことによってということですかね。タイムアップトニックの効果で即時回復、はい、もうなければですでしたね。というかちょっとインパクトとしても誘ったような動きにも見えましたか。ギリギリ耐えられるということが分かっての誘いになりましたかね。とリコールを止めています。パレッテ大きく時間をロスしたのはコア JJ です。さあメリオダスがトップレーン、まだフラッシュないですからね。テレポートも使った後サスタンを当てればというシーンですが、これインパクトうまく上に避けています。んー、このプレッシャーに対して XPC 選手としては先ほどミッドレーンに1回顔を出すことによってガンクのプレッシャーを与えましたが、ここからは体を当てに行くというプレッシャーのかけ方になりますね。メレーダスのいる今度トップレーンサイドのリバーインパクト寄ってきてますね。これスカトルをコントロールするのはどうやらチームリキッドになりそうです。ミッドレーンジェンセン選手としてもファーストリコール後にダークシールを購入したことで連戦安定させることもできてますし、これはかなりいいそういったチームリキッドの動きになってますね。そして今度はトップレーンエクスミシーです。もうこれはカバーをするような動き。インパクトがレベル6です。アルティメットを覚えました。チームリキッドの狙いとしては、まあ、ガングブランク、まあ、リスクを取ってでも選んだこのアルティメットによるエンゲージの補佐、これが非常に重要になってくるわけですよね。これを利用してミッドレーンないしはボットレーンということですか。特にボットレーンが今回はいいと思いますね。やはりバースト合わせる上でも。そうただスタン捕まえているスリープバブルを返します。ナウルハードルスターのダメージイグナイトが入っていましたが、さあここはデッドしません。ジェンセン、まあ、ゾウにもブリンクがないですしフラッシュもないですから、まあ、ブリンクあるとはいえ戻ってきますからね。それを、ね、考えるとかなり狙いやすい。ボットレーンもまだアルティメットない段階なので今のタイミングはエミッドレーンが一番狙いやすいということですね。さあメリオダスは現在ボットサイドのジャングル立っています。
ちょっとサポートコア JJ ロームをしていたことによってサポート同士でレベル差ありますね。そうですね、これが続くとやはりノーチラスのアルティメットというのは一つ起点となり得るスキルになってますから。ただこれ狙ってますか。ソインパクトスタンは避けています。やはりレクサイのプレッシャーがあるので経験値を稼ぐだけにとどまってますか。と先森の帳が消えたタイミングでコア JJ フックに仕掛けていますが、ビッグコロがダブルリフトに対してプレッシャーを与えています。ちょっと思うようにフォンブーバファローとしてはトップレーン有利作れてないですね。フラッシュ上がってしまいましたからね。インパクト CS の差こそつけられてますが、やはりエクスミシー選手がトップレーン一度介入したことで少しレーンの状況というのは悪くなってますね。と狙いを変えてボットレーンにしますか。これはギリギリ映ってないですか。さあ怪我の連鎖、コア JJ まだアルティメットがない。レベル5、これはイージーガンク。ダブルリフトはアルティメットを使用し決戦場から抜けています。ただ1キル獲得、ファーストブラッドはフォンブーバファローです。レベルの差、さらにはビッコロ選手がアルティメットを覚えたタイミングという条件を生かしてしっかりとフォンブーバファローとしては狙えるレーンを狙いに行った。綺麗なガンクですね。直前にコントロールワードで物資の視界がないことも確認してましたし、いや見事ですね。ギリギリ映らなかったですね、コア JJ の視界には。エクスミシーも少し遠い位置でした。カバーができる位置ではありませんでした。あ、フォンブーバッファローとしてはトップレーンが無理なのでポットレーンという狙いをまずは成功させています。いや、そしてナウルが先ほどから拾ったイグナイトですか。ずっと使ってますね、ジェンセンに。かなりジェンセン選手としても苦しそうですね。ただここでボットレーンの有利が一つ取れたということで、シェンが動きやすい状況を作れましたし、まあ、進行方を生かしてトップレーンサイドに切り替えるというのが、まあ、PVB としては一番、まあ、狙いたい、そういった戦略になっていると思いますね。さあインパクトはこのマッチアップですが、うん、ここまではうまく耐えれていそうです。ただ、さあパレッテの瞬進誤報があってからはどうなるかと。さあゼロスはウェーブを押させています。ウェーブをプルして、あ、まだメリオダス選手としてはアルティメットがないですからトップレーン仕掛けるということは難しいですが、これ上がって以降はかなりトップレーンガンクプランクとしてはプレッシャーを受けることになりそうですね。とエクスミシーがドレイクの中から面白いルートを通ってガンクを狙うような素振り。ただこの動きワードによって映っています。おっと、しかしチームリキッド、ここでオーシャンドレイクです。さあ怪我の連鎖、コア JJ、 ただバックライでビッコロにゾーニング、パレッテが1人孤立している。さあ先駆けはうまく止めています。このタイミング、いや一斉砲撃がいい形で刺さっている。決戦場から反転狙いますが 2-1 トレード、勝っているのはチームリキッドです。やはりボットレーンサイドではこのノーチラスのアルティメットというのが効きますね。 CC が豊富なので解散のスタックもたまりやすいですし、バーストで一瞬でシェンを落としそこからの判定見事でしたね。とジェンセン決戦場、これは瞬進誤報を使います。さあどうだ、フラッシュ先駆け、あっと飛び越えてしまいましたが、これはキルにはつながりました。ナウルキルです。ここはかなりジェンセン選手としてはシェンがデッドしているタイミングだったのでということでしたが、ちょっと時間をかけすぎてしまいましたね。瞬進誤報でパレッテが駆けつけてきました。まあ、旧オートタック、そしてアルティメットのロックアップでパレッテ選手のスタック一瞬で4溜まりましたからね。そして一斉砲撃あるのでビッコロ選手も相手を殴ることはできませんから、これはかなりリキッドとしてはいい仕掛けになりましたね。セリフバブル外したのでいけるという判断でしたが、たださすがにワンアイテムではダメージ足りませんでしたね。そしてここから反転とフラッシュ、少しミスになりましょうと集団戦が行われている。共にテレポートを使用しています。あ、ただいい形でアルティメット入っているぞ。ゼロス、そこから1キル繋いでいるのはボンブーバッファロー。ゲーム展開かなり早めてますね。ガングプランクのアルティメットがないタイミング、さらにはこの時間帯であればテレポートイレリアの方がよりプレッシャーかかりますから、しっかりとドラゴンを見据えたこのキャッチのプレッシャー見事ですね。
オーシャンドレイクの獲得にこれはつながりそうです。ボンブーバッファロー、さあオーシャンドレイク獲得です。このような動きを続けていって、フォンブーバッファローとしてはどん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 とキルを量産していく動きが求められていますね。先ほどの動きでジェンセン選手ももうミッドレーンのコントロールを取るということができなくなってますから、よりナウル選手が動きやすくなってますね。いいダメージ、プレスアタックも相まってパレットのヘルスが大きく削られています。さあ先ほどの集団戦のリプレイです。ああコア JG がしっかり取りに行ったタイミングでの反転でしたか。ちょっとパレッテ選手のスキルショットが不安ではありますが、ただゼロ選手のテレポートの判断の速さ、そこからの反転見事ですね。さあそしてここからミルズトップサイド動いています。まずはレッドバフのスティールです。ここからそのままトップレーンへのダイブという選択になると思いますが、かなり深い位置にインパクト選手としてはワードを置きに行ったのかなと思ったんですが、置いてないですね。置いてないですね。おっと、そしてタワー下でサンが入っています。さあゼロスのダメージ、あ個人金が表示されていましたが、このタイミングタワーダイブを狙おうと寄ってきたタイミングですが、エクスミスカバーに入りしたいんですが、メリオダスの決戦場で捕まっています。さあナウルがそのまま持っていって1キル獲得はフォンブーバッファロー、いやさらにインパクト、さあどうする。これはアルティメットはまだないですが、おーシェンシング砲タワーダイブだ。一旦まずはパレッテにタワーのダメージが入っている。一斉砲撃フラッシュアウト、さあノックアップは決まっていません。さあタワーのダメージをうまく生かしながら、え生きるインパクトは生き残っている。ゼロスローヘルス、さあジェンセンがテレポートから反転仕掛けていくのはチームリキッド、ダブルリフトも寄ってきているぞ。さあ乗っ取った決戦場でまずはローヘルスのゼロス、コア JJ のフックはナウルに入っている。爆雷発射、そのままナウルもキルを取ってチームリキッド2キル獲得。インパクトが生き残った。いやインパクトうますぎますね。いや何も当たってないんじゃないですか今のダイブ。いや本当に何も当たってなかったですね。支援の瞬進号、からの E の、タウントというところもフラッシュで避けましたし、そのタイミングでエリアの E も避けましたから CC 系には何も当たってないですし、いやこれはフォームバファローとしては狙いとしては当然だったんですよね。そうなってますね。エクスピシー選手がカバーに来る動きというのも防ぎましたし、ミッドレーンの優位を生かしてトップレーンへのダイブ、ガングプランク相手であれば当たり前の動きですね。まずは樽でゾーニングをして、いやノックアップも入ってないですね。であればもうあのタイミングでデッドしていて、このカバーの動きというところも PVP としては安全に下がることができていたはずなんですが、インパクト選手がこれだけの時間を稼いでいったので、いやもう一気に流れがリキッドに傾きましたね。ヘラルドのコントロールはフォンブーバッファロー取りましたが、いやもう一気に流れがチームリキッドと、それほどまでにあのプレーは大きかったと。いや本当に大きいと思います。なんといってもあれが成功していればもうフォームバッファローとしてはスノーボールが確約されていたような、そういった展開でしたからね。にもかかわらずそれを耐え切ってなおかつゴールドを入れたわけですから、チームに。いや個人金額でも対面のゼロス選手上回ってますね。いやどうしてそうなるんですかね本当に。とケガのレンスはトップエン入っている。先駆けのタウントもコア JJ に合わせていますが、いやコア JJ アフターショックもあって非常に硬い、ダメージ通りません。ここはメリオダスのプレッシャーです。おっとツーマンノックアップ、決戦場2人を取り囲んでダブルリスはキラーボイド、爆雷発射でツーマンノックアップにしています。おっとメリオダスに対してのダメージが入ってはいますが、ストップウォッチがあるので倒しきれません。ダブルリフト1キル獲得はフォンブーバッファロー。ちょっとメリオダス選手の位置取りというのを把握できていませんでしたかね。ただ寄ってきていますよ。タワーはありません。当たった Q が入った、ボイドラッシュ飛び込んでいく。メリオダスはフラッシュアウト、ここに一斉砲撃スローが決まっている。ジェンセンがまずメリオダスに狙いを定めた。ただここはギリギリダメージされていません。パレッテがおとりになり、さらにはビッグロも捕まってチームリキッドが2キル獲得。ここ無理をしすぎましたかね。ミッドレーンナウル選手の目の前を2人通っていったように見えたんですが、引くのが遅れてしまいましたね。さらにプレーです。ここはレクサイがミッドレーンを見ていたタイミングだったので、トップレーン2人しかいないチームリキッドのメンバー2人をうまくキャッチすることに成功した。
ただこの後ですよね、ミトレーンガンクしてなる選手を 引かせた後にそのままトップレーンへ合流。 PVB 下がりきれませんでしたね。まあ、結果的には 2-1 トレードということになりましたか。この交換はまあキル数的にもリキッドの方が一枚上手になったと。さあそしてマウンテンドレイクです。いや、 やはりチームリキッドはこのオブジェクトのコントロールが非常に取れてますね。ここまでそうなってますね。そして、まあ、なんといってもインパクト選手がこけていないというよりもデッドしていないというのが本当に大きいと思いますね。ボンブーバッファローとしてはこのトップレーンインパクトを狙っていこうという戦略を取ったんですが、そのインパクトがむしろここまで生き生きとしています。さあヘラルドをトップレーンに召喚します。ここはインパクトも無理はしません。さあチームリキッドはボットレーンのアウタータワー獲得に成功。ただここの折り合いのところではヘラルドがあるので、まあ、戻らなければいけないというところでのリコール。さあどうする、タックルが入ったミルータさんまだトップレーンサイド。いやこれカウンター狙ってますね、チームリキッド。さあフォームバフォラー無理をしない選択です。おっとツーマンタウント、ノックアップを合わせている。いやただこれには X ミスにも寄っていますよ。ゼロスがテレポートから駆けつけてきて集団戦仕掛けていくのはフォームバファロー。コアチェンジのヘルス大きく削りました。ダメージされていない。それどころか一斉攻撃、逆にキルを取っているのはチームリキッドですが、さあただ反転がうまく決まっています。決戦場取り囲んでダブルリフトが返して1キル、チームリキッドも返していますが、ここはフォームバファローを上回ります。 3-2 トレードです。あーここに置いておいたバクティピオのワードがうまくいきましたね。イレリアがバックレーンから入ってくること、さらにはタウントと、ジャーバンのノックアップが常に、クリーンヒットしているという状況がチームリキッドとしては非常に苦しい展開を、まあ、招いてしまったような、そういった集団戦になりましたね。いやまさか仕掛けると思わなかったですけどね。まあここまで引っ張れたらと。ただワードがあるのはそうですね、レッドトリンケットで見えてはいましたから、ちょっと警戒してもよかったのかなというふうにも見えましたが、ただ相手が入り込んできたところを見逃しませんでしたね。でジェンセン選手のシャットダウンゴールドというのも獲得できました。ただ一方でガングプランクがダブルキルを取ってまたしても成長したというのはちょっと恐ろしいですね。やはりゼロス選手を中心にというのがフォンブーバッファローの構成の狙いですから、スプリットプッシュ 1v1 で有利が取れないとなると相当苦しくなっていくと思いますね。ミッドレーンをただここはグループしてアウターターンの獲得はフォンブーバッファローです。このインパクト対ゼロス勝たせたいのはフォームバッファローでしたが、どうでしょう、このタイミングはどうなんですか、ゼロス対インパクト。このタイミングはまだゼロス選手の方が有利だと思いますね。なんといってもパースパイクであるトリニティフォースの完成というところにゼロス選手こぎつけましたから。さあ仕掛けたアルティメットテレポートで反転を狙うのはチームリキッド。さあただパレッテも終身後方から駆けつけた。いやしかしとんでもないシールド量だ。さあ乗っ取った終身護法を使って守りますが、インパクトをジェンセンがしかし1人取り残されています。さあ 2v1 よーっとのジェンセンが非常に硬い。ジェンセンダブルキル。いやー飛んでテレポートで飛んできた後シェンのアルティメットを乗っ取って非常に大量のシールドがつきましたね。やはり AP スキル、AP 大量に積んでますからシェンのシールド相当量つきましたね。それによってイレリアがかなり殴らなければいけない量が増えましたから。さあタワーダイブだ、いったピッコロノックアップ捕まっている。ボイドラッシュも入って最後はダブルリフト、タワーダイブ成功はチームリキッド。さあただこのタイミングミルダスノックアップを入れてなんとかタワーを守りに行きますが、これは少し無理をした。シャットダウンチームリキッド、キルは X ミス。ダブル選手のスリープバブルがちょっとここの壁、少し突のような形になってしまっているので、それで判定狂いましたかね。さあこれで一気にメルオダスですから、バロンが狙います。チームリキッド
さあ、ジェンセンのヘルスはかなり少ない状況です。ナウルがそのジェンセンを狙ってパトルスター入れてはいますが、ダメージは足りていません。さあ、バロンのヘルスは3000を切っている。スリーバブラーコア JJ が受けています。さあ、しっかりとこのバロンを抑えているのはチームリキッド。ここから反転狙っていくぞ。一斉砲撃、スローが入った。そしてジェンセンのスキルショットは見事に入った。1キル獲得、チームリキッド。ゼロスのカバーが少し間に合っていません。追っていきますが、フォームはほら反転だ。フックで捕まったのはゼロス。さあ、さらにキルをつないでビッグコロがダメージを出しに行きますが、どうだ、足りるか。ダブルリフト。さあ、そして続いてコア JJ、 メリオダスの Q が届く。そして健康一滴。いや、ただビッグコロが相打ちのような形になっています。さあ、キルトレードは 4-3 トレード。ここもチームリキッドが得をしました。いやー、これ、まあ、バロンバフを多く失ってしまったので、リキッドとしては、まあ、少しやりすぎてしまったような、そういった展開にはなりましたが、いや、ただもうインパクト選手とゴールドが凄ましいことになってくる。リープレイです。ここ Q のタイミングで要求戦時のエヴァ打ててましたね。さらには W も展開できていたので、ダメージを大きく軽減できた。それでビッグコロ選手がグインソーを起動するタイミングまでしっかりと時間稼げましたね。ただここからの樽見えた時にはもう遅いってやつですね。さあ、これでキルもインパクトに集まって、まあ、ますますフォームバファローとしてはこの 1v1 がやりづらくなったと。そうなっていると思いますね。さらにはその集団戦でも一斉砲撃、樽のゾーニングというところをもろにバルスを受けてしまう、そういったチャンピオンになってますからね。いや、それを考えるとこれはかなり気まずいですね。フォームバファローとしてはかなりゲーム展開まずい状況。これもそうですね、はい、リキッドとしてはこのインパクト選手、さらにはジェンセン選手もしっかり育ててますし、ゾーニャが完成すれば一気にフロントラインとしても活躍できますから、かなりいいペースでゲームが進んでいるなという印象ですね。さあ、そのチームリキッド、まずはミッドのインナーターン狙いに行きますか。さあ、中の横のワードが破壊されてしまうともうほとんど視界がない状況です、このジャングル内。しかもブルートインケットですからね、テレポートできるようなワードでもないですし、ボットのインナータワー獲得です、チームリキッド。ネクサイがいませんから、この辺りでキャッチしたい。さあ、キャッチいった、アルティメット。そして決戦場、いや、ただダブルリフトはキラーボイド、うまく壁を越えています。さあ、インパクトにうまくフォーカスを合わせてなんとかキルまでつなぎたいんですが、一斉砲撃のスローが重い。さあ、それどころか判定を狙っていくのはチームリキッド。前線のバースト決まった、1キル獲得。さらにはビッグコロも捉えています。チームリキッド2キル獲得です。いや、タルとアルティメットの使い方がうますぎて、いや、インパクトデッドしないですね。あれでデッドしないんですか。さあ、このチームリキッドはバロンを獲得してからのオブジェクト獲得率が非常に高いチームです。そしてなんといってもゲームエンドさせる確率も高い。いや、そのゲームエンドいけそうです。フックで捕まえ、そしてゼロスもスローに捉えられている。ダブルキル獲得、ジェンセン。さあ、ネクサスタワーをそのまま2本破壊。さあ、残るはネクサス。このネクサスも破壊するのはチームリキッドとなりました。インパクトが強すぎますね。いや、ちょっとどうでしょう、試合始まる前はこのインパクトが一つチームリキッドネックだよというふうな、まあ、僕も持ってたんですけど、印象を全くそれを感じさせないというよりも、むしろチームを引っ張っていってますよね。キャリーしてますね。まあ、これが国際大会ならではというところだとは思うんですが、ただそれもなんでしょうね、 PVB としてもかなりいいペースだったと思うんですよね。シェーンを動きやすくして、なおかつナウル選手もね、ジェンセン選手からキルをもぎ取ることでミッドレーンフリーな状況にしましたし、そしてトップレーンにあのダイブのセットアップ完璧に行った。いや、ただ本当にあのワンプレーで一気に TL サイドに流れが傾いたと言っていいぐらいのアウトプレーでしたね。もう一度ちょっと見たいですね。おそらくこの後リプレイ来ると思うんですけど、なぜ生き残ったのかと目を疑うような光景でしたけれども、本当に、まあ、あれでご飯3杯はいけますねそんなにですか。いや、本当にマリクルスさんはアウトプレイがお好きということで、はい、まあ、僕も大好きですよ、はい。まあ、ちょっと後半3倍ちょっといけないかなまあということですけど、まあ、インパクトが本当に活躍した試合
はい、ちょっとポンブアパロとしては、まあ、そのゲーム1をしっかりと踏まえてそのトッププレーにフォーカスをしたドラフト組み立てにもかかわらずですよ、しっかりとした修正見えていましたし、まあ、あの形で良かったと思います、うん、ただし次の試合ではまたしてもチームリキッドサイドが、まあ、おそらく選択権を持っている、そしてブルーサイドを選択すると思いますから、ファーストピックであったり、まあ、こういったところでゼロ選手のピックを優先するということができなくなる可能性が大きいので、またちょっと構成を変えてくる必要がありそうですね。ちょっとドラフト本部バファローとし難しいですよね、このゲーム2。なんといってもゼロス選手にイレリアを取らせました。そんな中で、まあ、こういったゲーム展開を作られてしまうとなると、ガングプランクバンしますか。いや、ただそれはちょっとバンは足りないですよね。こういったところでも、まあ、人数差うまく判断して仕掛ける動きだったりとかっていう部分は悪くなかったと思うんですよね。少しロングステをしてしまってキャッチされるというあらは目立ちますが、いやー、ただどうでしょうね。ポップバッファローとしてはビッコロ選手もゲームを見てもらえれば分かる通り、キャリー力あるプレイヤーですから、彼を一つ中心に、特に彼コグマなんかも使えるので、またプロテクトエディキャリーも見てみたいですよね。このシーンはそうですね、バックラインからゼロス選手が入ってきて、ゼロス選手中心にということもありましたし、ナウル選手も得意チャンピオンも出てますから、うまくそこからの反転を決めていった。いや、ただここですよね。ここもケージとそしてタル一斉攻撃生かしてデッドしてないですからね。いや、それどころかチームリキッドが反転するチャンスを作り出しましたよね。これレクサいないんですよ。5対4、1人いない中でノーチラスもセットアップケアできる立ち位置ではなかったですから、ほぼインパクト選手1人でこの状況を作り出したわけですからね。マジプレイヤーですね。少し評価を改めないといけないですかね。まあもちろんその LCS、レギュラーシーズン中という LCS 全体でトップレーナーが今シーズン非常に強かったので、はい、そういった背景もあると思いますが、ただ対面ゼロ選手ということを考えても、そのトップレーナーと遜色ないほどの動きをするプレイヤーだと思うんですよね。いや、その中でここ国際大会初戦で、まあ、これは2試合目にはなりますが、初戦からいいプレーずっと続けてますし、やはりインパクト選手の経験の豊富さ、さらには国際大会優勝経験というのもありますから、そういったところが現れているのかなというふうにも見えますね。このゲーム1、ゲーム2は若さを経験が上回ったというようなゲーム展開になって、チームリキッド2連勝ということになりました。さあ最後の終盤戦ですか。I can slow it down if you guys want. You guys want me to slow it down? No. No. Okay. Keep pushing. Fast and rotate mid. Kepoya? Yeah. Kepoya? I want to. They're going in. Watch out, guys. I'm not there. Oh, shit. I'm dead. Right side. Wait, I'm fine. Keep running? Yeah, Ken, coming slowly. I'm not there. XBC 選手と他のメンバーの間で意見が分かれていたようにも見えましたね。そのスロープッシュするからちょっとそっちもスローにしてくれというふうな声が出たんですが、ただそこで全員でプッシュというような声も聞こえたように思いましたから、まあ、コミュニケーションエラーのようなものがあったけれどもと、それを上回るインパクト選手の個人技でしたね。はい、ということでポストゲームブレイクダウンではインパクト、そしてジェンセンがダメージを出すというチームリキッド、やはり序盤のところでは PVB が有利をゴールドグラフを見ても分かる通り取れるんですが、何かがきっかけで中盤以降逆転されてしまう。1試合目はマクロ的な問題があったので PVB の方に非がありましたが、はい、ただ今回はインパクト選手の個人技ですからね。いや、どうしようも。ただ相手がうまかったと
言わざるを得ない、そういった展開でしたね。まあ、フォンブーバッファローとしてはやるべきことをやって、ただそれがアウトプレイによって返されてというような形で有利を手放したゲーム。まあそうですね、少し、まあ、言うのであれば、はい、入れ入れの E をもうちょっと待ってもよかったかなと。視線の E はやはりフラッシュで避けられやすい、うん、そういったスキルでもありますから、そこでフラッシュが見てから入れ入れの E を合わせるというのが、まあ、一番 PVB としてはやっておくべきことだったのかなと。まあ、それ以外は本当に PVB としても完璧だったので、次の試合ちょっと期待したいですね。まあ、ワクロメはかなり改善されてきてると、はい、そうなっていると思います。ただ次レッドサイドというところがちょっとどうしても気がかりなポイントですね。難しいゲーム展開になるかなと思いますけれども、まあ、フォンバッファローどんな形で試合を作ってくれるかというところも期待しながらゲーム3の方に見ていきたいと思います。それではゲーム3ですが、インターバルに入らさせていただきます。それでは一度失礼いたします。